こんにちは、かっちゃんです。むっちゃんです。今日はですね、この背後に見えてる、ちょっとクレアがちらちらと見えてるんですけど、どこに来ているかというと、京都で、キャンピングカーのレンタルもされている、アイリンクスさんの岡本社長のところでお伺いさせていただきました。ありがとうございます、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なぎさ園のイベントの時は本当にありがとうございました。ありがとうございました。本当にありがとうございました。ということで今日は、車両がいっぱいあるので、はい、ちょっと紹介をしていただきながら、ちょっと見させていただければと思います。はい、ぜひぜひ。実はですね、社長、私たちレンタルキャンピングカーを見るのが初めてなので。そうなんです、はい、ちょっとテンション上がってます、うん、よろしくお願いします。どんな風に。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。うわー、いろんな種類のキャンピングカーだー。まずはこれはナッツさんのクレアですね。一番いい車と僕が認識している。エボリューションですね。はい、エボリューションって一番新しいでしたっけ。エボリューション、そうですね。エボリューションは何が違うかというと、夏が特にそうなんですけど、エアコンが止まった状態でも使えるっていうところがすごい最大の。いいですよ ね。アミロも今だとこうスライドになってるんですよ。アミロね、昔はこうガチャガチャの、うん、この横のスライドのアミロいいな。ビデオと、ね、DVD が一応ついてるんです。はー、でこれは、まあ、僕ら の、 そのサービス精神で、基本的にテレビってキャンピングカーのテレビ、うん、結構ガゼルアンテナでも映りが悪いところとかもあるんで、はいはい、まあ、本当はこれキャンピングカーを本当に自然で楽しんでいただくのには相反したことなんですけど、うん、うちの方一応ここに DVD をつけて、お掃除セットも一応用意はしてるんですけど、すごい、まあ、一応気持ち的なもので用意はさせてもらってます。なかなかね、でもやっぱり移動中の渋滞なんか、お子さんここで DVD 見れたら、そうね、もうそれだけでね、気分紛れるからいいですね。この車が言ってたそのエアコンですね。それがもう一応一番の売りだということで、これがね、エンジンのオルタネーターが130アンがついてるらしくって、充電装置が優れてるんですね。かなり優れものだっていうことで。あれだ、エボシステムっていうやつだ。そう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 。もう一つ大きな特徴がこの後ろの2段ベッドですね、はい、セミダブルぐらい大きくなっているので、はい、ちっちゃなお子さんがいるところだったら親御さんと一緒に添い寝をしていただけるっていうところが利点ですね。僕たち の、 レンタルしている車というのは基本的に皆さん多分たくさんキャンピングカーをお持ちなんですけど、後ろの2段ベッドと前のバンクベッドっていうのに統一をさせてもらってるんですね、はいはい、これはなぜかというと、やっぱりここのテーブルのところと寝られるところを別にしておかないと、後ろから入られてここをラウンジのようにされてるキャンピングカーもすごく快適でいいんですけど、実際寝るときにはそこをこう片付けないと寝るところにならないというのが不便なところで、お荷物をたくさんお持ちで旅行されるビギナーの方なんかだと、結構そこが子供さんもいらっしゃりながらできることっていうのができないんで、まあ、ここはちょっと大人のスペースで、夜寝るときはもう勝手に寝なさいみたいなところができればいいなと思って、僕たちのところは統一にさせてもらってるんですね。はい、いいですか、私横になって。どうぞ。結構広いんです。すごい広い、ね、本当に広い。ちなみにレンタカーで寝るの前提で多分キャンピングカー借りられる方多いと思うんですけど、そうですね、枕とか掛け布団とか持ってきてもらって、はい、まあ、あとこのまま。そうなんですよ。へえ。タオルケットぐらいで、ちょうど今からのシーズンだと FF ヒーターがもう必需品ですので、はいはいはい、説明してるのはもう夏よりもかなり快適に寝れますよっていうことと、でまあ、基本的に人間って寝るときにこう何かかけたり、はいはいはい、肌に触れるものがなかったら寂しいじゃないですか、はい、でそれを用意してねっていうことをお伝えするのと、まあ、止まるとき基本なんですけど車なんで頭に血が上らないように止めてくださいねっていうことは一応いらないことかもしれないんですけどお伝えはしてるんですね。いやいやいや、今道の駅とかコンビニエンスストアがあるんで、うんうん、おトイレっていうのは普通は不都合ないことが多いんですけど、うん、やっぱり雨が多い夕立ち夏の時のレンタルであったり、うんうん、冬場の寒い時、うんうん、寒い時に暗いとこ行くのはやっぱ怖いとかいうことがあるので、はいはい、まあ、そういった方には心配な方には一応
オプションでお貸ししたりしてるんです。ポータブルトイレのレンタルがあるっていいですね。でもいいです、すごい素晴らしいですよ。トイレレンタルって今急いでちょっとトイレ付き、はい、いいですね。ちょっとじゃあ次の車体も見させてください。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、これがクーラー。そうなんです。これウィンドウ型です。外部電源入れないとつかないんで、先ほどのエボリューションとは大きく差があるっていうのはそこですよね。なんかあのキャンピングカーの基盤になってるっていう感じしますね。ね、結構重たいというか、あのね、どなたかおっしゃった、あの家具が結構やっぱり重厚でしっかりしてるからいいねって、あのストレス和らげるんじゃないかなと思います。いろんなところに本当にすごい工夫凝らされてますから、日本のキャンピングカー。本当に道のね交通事情とかもあるでしょうけど、うん、いろんな細かいところをね細部にわたっていかに有効に使えるかというところがね、キャンピングカーの中でも日本のキャンピングカーの独特な進化の仕方だと思うんで、うん、寝るとこバンクベッドね、どうですか、その間がかなりやっぱり今表からお見受けしたらすごく寝やすいと思うんですけど、この運転席から後ろのブースは結構やっぱり防寒であったり防熱っていうのは施されて、そこもペアガラスになってるじゃないですか。前の部分からやっぱり暑さとか寒さって入ってくるんですよね。ですまあ一応そこはこのシートセットで、あーシェードがあると全然違いますよね。これで行かないとやっぱ表前のところからあのやっぱり入ってきますし、あと生活をねされておられるお二人だったら一番気づくと思うんですよ。夜ね、中でくつろいでると丸見えになっちゃうような状態にもなるんで、まあ、そこの部分をカーテンだけでなくそういったところでの工夫っていうのもしてるんですけど、ちなみに今のいわゆるガラスのシェードは全車に、はい、一応全部前の部分は はい、ありがたいですね。でこれでね夜だと8時間そのままつけっぱなしで効くっていうのが最大の魅力らしいんです。だこの特殊ボディさんも同じ軽量で使ってて、この 24V のアイクーグっていうバッテリーがあるんですけど、熱交換効率がいいからそれを採用されてるって言われるんですね。え、8時間エアコン使いっぱなしにできる車体ってこれしか今ないんですか？今のところこれですね。あとエボリューションも一応そういう形で歌われてるんですけど、うん、なかなかどうしても家庭内用のエアコンなので、あの温度差によってはやはり途中で切れちゃったり、ね、イスーさんと A2Z さんがコラボで開発された商品らしくって、まあ、そういったとこが随時中に工夫は見られてるのでぜひ見ていただければ。これがダブルタイヤですね、はい、早速お邪魔します、はい、このこれがアイクールっていうその 24V 用のクーラーなんですけど、はいはい、かなり熱交換率が高いのであのいいですよっていうことで、うんうんうん、頭の方側をなるべく広くして視界をちょっと妨げないようにして、足元はなるべくキュッとなって、あの狭いながらもいかに広く感じさせるかっていうところを考えてらっしゃるんだと思います。各こうスペースに窓がついてるのも、はい、嬉しいですね。あ、そうですね。結構やっぱりあのこういう箱物になっちゃうとどうしても閉塞感が、ね、あるので、やっぱりそこをいかに工夫して明るく見せるかというところだと思いますね。これはあの唯一ペット科で、あの下のね、あの絨毯も粗相していただいてもいいように抗菌にしてますし、あと床があのキャンピングカーで傷つかないように結構硬いフロアじゃないですか、はいはいはい、でワンちゃんなんかってね結構肉球の間に毛が出ててこうシャカシャカシャカ滑っちゃうワンちゃんもいて、それがちょっとかわいそうなんで、あの他の車両でペット飼うのやつは僕ら絨毯を 無償でお貸しするんですけど、これはもうそういった対象も最初に考えてたんで、こういった形のものを選びました。やっぱイスズさんのボディだとこうも変わってくるのか。ちょっとね縦に高いんですね。そうですね。これがうちの中で一番高い。高いね、これいくつですか？3m3cm。150台見て過去最高だと感じます。本当ですか？すごい。そんな言われたら全然取らない。手をねペタってやっとこうつくぐらいで済むっていう、はい、これはすごい高さ。マキラさんって身長何センチぐらい？ここは175なんですけど、
はい、いや、あの、あんまり圧迫感ないですか？いやいや、もう開放感ですね、圧迫感すごいね、ねえ、へえ、レイティングッドさんのアンティとで、はい、ナツさんのマッシュ、これが後で買ったんですけど、中はやっぱこれの方がすごいおしゃれ、うん、結構レアな車体ですよね。レアな車体ですね。お邪魔します。どうぞどうぞ。シックな感じのね、色でまとめてるんですけど、うん、でも狭さは全然感じないですね。あ、本当ですか。ガチャさんとこの、はい、もううちのキャブコンもそうなんですけど、だいたい170から180近い長さがあるの で、 そうですね、奥の前に向かって足を伸ばしていただくような形で大人の方が寝れる。バドがね、あの、うん、ちょっとおしゃれになっているので、アクリルでなんか割れた時にも飛散防止でいいよっていうこともそうなんですけど、はい、そうおっしゃってました。あ、まあ、あの二重なので、あの保温性もバッチリだし、うんうん、あとちょっとね、憧れてくるおしゃれな下からで網戸になるし、あの、寝てる時なんかは下から上で据えず目隠しになっちゃうという、これが、はい、一番便利だなというか、カーテンも今ね、ないんですけど、マルチルーム、マルチルームどうでしょう。あ、ここマルチルームにも FF ヒーターが。そうです、それちょっと嬉しいですね。これがね、でもなんかあの、僕のところの多分男性の方がいるんですけど、この遊びのステップワゴン、なんとこれもね、おお、これ空間めっちゃ広く使えるやつ、使ってもらえます、ね、はい、いかがだったですか。すごかった。いやでもね、ボンゴベースのライトキャブコン、うん、からフルサイズのキャブコン、うん、ちょっといろんな種類があるから、うん、一回これ借りたら今度あり借りたいなとかいうふうなこともできるんじゃないですかね。そうだね、キャブコンだとちょっと最初は運転が敷居が高いから、うん、ライトキャブコンから借りて、うん、慣れてきたらキャブコンで、うん、広いサイズでって、うんうん、そういう使い方もできるので、うん、いろいろこう、ね、はい、お世話になるのはありじゃないかな。はい、ちょっと私たちも一度借りてみたいと。まあ運転するのがっちゃんなんですけど。ああ、そうだね。はい、そうかったです、はい。ありがとうございます。と、はい、いうことで、はい、岡本社長、はい、ありがとうございました。本当にありがとうございました。わざわざ本当に京都によって。はい、ありがとうございます。面白い時間を、ね、楽しい時間じゃなくて面白かった。そうだね、興味いただく、興味をこう湧き立てて、うんうん、いただけるお時間を作っていただいてありがとうございます。ガチャさん、ムチャさんもね、本当にもう一年通じてね、いろんなところに行かれて、あの面白さを伝えておられる方としてすごい尊敬していますし、ぜひまたこれから僕らにいろんな知恵を、はい、こちらこそいろいろちょっとしたお手伝いが、今日がお手伝いできてるかわかんないんですけど、いい、まあ、うまくなれば思いますので、はい、よろしくお願いします。本当に今日はありがとうございます。ありがとうございます。